はい、どうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、こちらの紙よりふわふわ柔心地を使って福くんの水槽を埋め尽くしてやろうと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。まずはね、元ペットショップ店員らしく商品紹介をしていこうかなと思うんですけども、この商品はですね、木材パルプって呼ばれるもので作られていて、それは何かっていうと、木材を加工して紙にするまでの前段階のものが木材パルプって言われるんですけど、だからこれ真っ白じゃないですか。これを薄く引き伸ばすと紙になるんですけど、その前段、福くんこれからちょっとびっくりすることが起きるけど許してね。そう、この状態のものって前段階のものってすっごくふわふわなんですよね。だからもう商品名にある通り、もうふわふわでふっかふかであったかいんですよ。だからこれからの季節いいかもしれないですね、この商品。うん、そうで、福くんももうかわいい、頭に乗っけてしまってますね。かわいいね、ふかふかだからね、これね。そう、こういう遊びしたくなるんですよ。てかこれを YouTube でね、まあとあるチャンネルさんで、こういうの見つけて、あ、いいなと思って僕もやらせていただいてるんですけど、参考動画はちょっと概要欄に貼らせていただこうかな、せっかくだし。うん、そうなのでちょっといろんな遊びしたくなっちゃいましたね。うん、でこの商品なんですけど、詳しく言うと広葉樹って呼ばれるアレルギーが出にくい木を使っているものなんですよ。でさらにパルプ加工されているので、なんだっけ、商品名のパッケージにも書いてあったと思うんですけども、消臭と抗菌が約1週間ぐらい、続くよって言われているものなんですよね。いいよね。あとはまあそうですね、うんちとかおしっこが非常に、見つけやすい、だからお掃除の目安が立てやすい商品っていうのと、あとね、これもう一個、これが結構一番僕的にはいいなと思ったのが、ハムスターって生活、こういう、ね、ハウスとかケージの中で生活してる時に、まあ、うちはそんなにないですけど、何かの拍子で怪我しちゃったりとかすると出血するんですよね。その出血が見やすいんですよ。あ、だからなんかあったなとか異変に気づきやすいのがこの床材の特徴で、うん、すごくいい商品だなって思います。僕にね、資金力がもっとあったら、これ常時使いたいぐらいいい商品だなと思います。高いんだもんね、 400g でさ800円から900円ぐらいするので、僕がいつも使ってる床材って、あのゼロの床材って、あれはまあ1個に300円で買えるんで、やっぱそう考えるとね。っていうところですね。で今流れているこの映像は、ハムスターのね本能行動をちょっと見たいなと思ってて、穴掘りがハムスターって得意なんですよね。なのでその映像を見るために下の方におやつを敷いてます。もうね、思惑通りに穴掘ってくれてすごい可愛いですね。福くんはやっぱりこういう動画は映えるな。もう福くんじゃないとこういう動画ね、まあ、前回の土生活の時もそうですけども、やっぱ福くんがいいよね、こういう時って。まあこれをね、なんて言ってるかっていうの、言うのは最後にわかるんですけど、かわいい。お尻かわいかったな今。いいね、これ本当にあったかくて、僕が床材これを入れてる時に手でさ、結構ふわふわ触ったりとかしたんですけど、もうね、多分保温効果もすごい高いんじゃないかなと思いますね。だから今の時期、うん、いいっすねこれ。いやー、しかも楽しそうだし可愛いね、本当に雪の中で遊んでるみたいだね。可愛い、たまらんわ。お菓子全部取り終わってもさ、これ今探してるんですよ、そうおやつをね。いやー可愛いっすね、大成功ですね。なんか目についちゃってるな、うん、大丈夫かな。はい、ということでですね、こちらを見ていただいたら、ちょっと前の土生活をしてた時の見てくださってた方は気づくかもしれないんですけども、福くんこれから柔心地1週間生活をやっていきたいなと思います。もう真っ白の
環境でちょっと今もね福くん過ごしてますので、最高に可愛いっすよ。そう、おう、虹ありがとうなっつってますね。はい、ということで、福くんのやお心地1週間生活、近日動画が上がってくると思いますので、もしよかったらそちらも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。いや、かわいい。まだ始まったばっかりなんですけどね、これ撮ったばっかりなので、うん、はい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ、ありがとうございました。